ちっちゃな頃から健康どうす、問題はなし、ジョニー君どうす、というわけで、今日もよろしく頼ます。今日やるのはな、みんなに紹介するのはな、超簡単、ワープ装置の作り方やって、やろう思とるよ。ワープ装置なめっちゃ簡単なんよ。あれ、初心者必見やけどな、プロも見たって、これ結構用できとるんよ。例えばな、これほら、していくやろう。これ、大変なんよ。例えばな、こっからしていくときな、こうやって降りてかなあかんわけやろう。降りてかなあかんわけやろう。ほら、これでな、こんだけかかるんよ。これをな、プロやったらどないするかね。これをな、例えばな、この石あるやろう。石にな、こうダイヤのつる橋でな、こう石の切り身に沿ってな、こう、スムーズにな、かっているのに、ほら、職人やろう。これがな、一職人の掘り方やで。でな、一職人が掘ったらな、もうわし、前からの紙やからって、ほら、水入れるんよ。ほら、水入れたやろう。でな、ちょい登ってまうで、こう、今水入れたの覚えといたってな。でな、これでもうワープ装置なんよ。初心者必見やね。わしもこれ結構使えるわ、もともと。で、これでな、入るやろう。あ、入られへんかった。ちょ、待ってて。あ、なんでやろう。これな、初心者必見やで。これ、入るやろう。あれ、なんでやろう。え、いけるはずなんやで。こっから降りるやろう。ほら。お、おぶな、おぶ、え、おぶ、ちっともわ、おぶ、え、なんでだろう、あれ、え、マス目あっとるやんな。ちゃうねん、ちゃうねん。いけるはずやってん。これな、で、あ、あれやわ。わしがマイクラの神やからな。他のな、マイクラ神の神がな、わしにな、挑戦してきてくれるやわ。え、待たって、これ、ワープやってん。ちょ、スニークで行こうか。スニークでこう、ギリまで来るやろう。な、こっからな、こういうこと早いんやで。ほら、え、うとう、え、マジで、おっしゃい、待ってて。え、なんでな、え、途中やん。落ちとらんやん。え、なんでな、え、水の中に落ちなあかんやん。え、ちょ、どないしたちょ、待って。え、アホな、え、なんでやろう。え、なんでな、なんでな、え、なんでな、水ちゃんとマス目合ってるやんな。え、これやろう。あ、降りれてる。あ、ちょ、降りれてる。ちょ、待って。え、何やかん、え、嘘。ちょ、わしの荷物。ほんま、こういうとこやで、わし。マイクラ。あ、危な。弓。危なー。ちょい待ってて、紐持ってやろう。ちょいな、これな。誰か紐やねん。うん、そうやねん。あー、ほんまショックやった。なんでやろう。ちょい待ってて。ここにな。ほら、これ行くやろう。ほら。あ、ほらできたやん。これやってん。これがな、超高速ワープ装置。早いやろう。ほら、上からな、下に来るまでにな、一瞬やで。こんなな、一瞬でな、ワープ装置ができるんやで。ええやろ。さすがやろ。いうわけでな、みんなもな、真似してな、この超高速、超お手軽な、一瞬でワープ装置作ったってな。あ、月が綺麗やね。馬もええね。わ、砂漠もええな。砂漠とな、あー、ピラミッドな、今度やろう思ってるやつ映っとるわ。いうわけでな、最後まで見てくれて、お気に、よかったら、チャンネル登録、高評価、よろしく頼ます。ほな、みんなも一緒に、ジョニコさんと一緒に、超簡単お手軽ワープ装置仲間、なろうや。いうわけで、あったかくして寝るんやで。チーズ。